こんにちは、ワッキーです。じゃあ今日もカメラ越しのテニー君よろしくお願いします。お願いします。今全仏オープンが始まっているので、単発的に全仏期間は配信していこうと思います。まあ錦織選手の活躍とかまあいろいろありますけど、はい、まあちょっと試合中にプレー以外でのお話が結構あるように感じたんですよね。はい、まあ、毎年恒例ですね、はい、ちょっと僕が気になったのは、まあ、ある選手がフラストレーションが何か溜まってて、はい、こうボールをパーンって言ったらそれが観客の方に当たってしまったと。ただそれが失格にならずに、まあ、そのまま試合が続けられたというような話題があったんですけど、はい、まあ、これに対して結構いろんな物議があると思うんですよね、はいはい、事件が起きたのがですね、男子シングルスの1回戦ですね、うん、フランスのアトマネ選手という選手とオーストリアのオフナー選手ですね、うん、錦織選手とも対戦したオフナー選手との試合でこれが起きたんですけれども、うん、まずアトマネ選手がこの試合2セットアップで、うん、まあ、勝利まであと1セットにしていたんですけれども、そこから第3セットをオフナー選手が獲得して、アトマネ選手からは 2-1 っていう状況ですね、うん、で、第4セットに入っても、うん、アトマネ選手から 0-4 っていう形になって、アトマネ選手は最初良かったのに、うん、その後押し返されてしまって、うん、勝利が近づいたところからちょっと遠のいてしまってフラストレーションが溜まっているっていう状況、うん、オフナー選手から 50-30 の場面でちょっとラリーが続いたところで、まあ、アトマネ選手がジャストアウトして、うん、オフナー選手がボールを打ち返したんですけど、うんうん、それがアウトっていうコールになったので、うん、30オールっていうところになったところで、うん、アトマネ選手がイライラしてボンって打ったのが観客席の女性に当たってしまったっていうのが、うん、まあ、概要ですね。パーンって打って、それがもうノーバウンドで観客の膝でしたっけ。そうですね、足に当たったみたいです、ね、そうですね、足のあたりですよね、はい、ちょっとこれ蒸し返すのも微妙かもしれないですけど、まあ、昨年でいうと加藤美優選手が、はい、まあ、ちょっと似たような状況で、まあ、失格になったにもかかわらず、はい、加藤美優選手の時もそうでしたし、今回もそうなんですけども、まずこの一連のことが起きて、そうすると主審がスーパーバイザーを呼ぶんですけれども、加藤選手の時は、まあ、ボールガールに当たって、うん、で、まあ、ボールガールはその時泣いてたんですけども、うん、その時ボールガールにちょっと状況を確認するとかはしてないで、決定がなされたんですけど、今回は審判とスーパーバイザーがその観客の元に行ってちょっと話を聞いてみたい、うん、ヒアリングしてみたいなことをして、で、まあ、最終的に10分ぐらい話し合った結果、失格というふうにはならずにウォーニングっていうだけにとどまって試合が続いたという形になりました。試合は結果的にはアトマネ選手は2セットアップから、はい、そうですね、ここから結局第4セットも取られてしまって第5セットも落として、うん、2-3 でフルセットで負けてしまいましたね。なるほど。試合が続行してしまったことに対して、オフナー選手がちょっともう試合中からあれは失格だろうみたいな何かあったっぽいですね。そうですね、競技が行われている時ですね、うん、もうちょっとオフナー選手もどうなるんだみたいな形で、うん、話し合いにちょっと聞いたりとかしてたんですけれども、うん、まあ、その時にも言っていたようですし、まあ、試合後にも、まあ、あれは失格だったんじゃないかみたいな話をしていて、まあ、もっと違うことをやって失格になった選手もいるだろうみたいなことを言ってたので、まあ、オフナー選手は失格でもいいんじゃないかなっていうふうに思ったとは思いますね。そのヒアリングした時の観客の様子もちょっと、まあ、大丈夫だよみたいな、ぶつかった観客も言ってた雰囲気はあったので、まあ、それも加味されたっていうような形ですね。試合後ですね、アトマネ選手は自身のインスタグラムの更新して、まあ、意図的ではなかったっていうふうに謝罪して、ぶつけてしまった観客の方にサイン入りのラケットをプレゼントしようと思ってるっていうふうに、はい、そうなんだ、言ってましたね。確か当たってしまった女性の方、確かに僕の記憶だと映像に映っていた限りだと、わりかしこうぶつけられたにもかかわらずにこやかな表情もされていたから、ね、うん、はい、まあ、ちょっとそれもね、今回失格にならなかったっていう、はい、本来は、まあ、ぶつけられた相手が笑っていたか泣いていたかっていうのは、うん、あんまり加味するのはどうなんだっていう。いや、そうですよね。そうですね、行為自体でやっぱり判断すべきだとは思いますけど、まあ、それが加味されたのかなっていうところではあります。で、まあ、今回、まあ、やっぱりこういう同じような加藤美優選手のと同じようなことがあったので、うん、比較する声とかありますけど、比較してしまうと今回のものがなぜ失格にならなかったんだっていうふうになりますけれども、ね、うん、これをそもそもこれを2つを比較せずに根本的に一個一個の問題として考えると、うん、まあ、去年の加藤美優選手の問題があれがそもそも本来失格になるべきだったのかっていうそもそも、はい、うん、ところからですね、うん、どちらかというとこのアトマネ選手の今回の件が正しい判断で、うん、で加藤美優選手の方があれは失格が重すぎたんじゃないかっていうような
意見も出てきますし、うん、一方で、まあ、加藤選手はぶつけてしまって、もちろん意図的ではなかったにしろ、ぶつけてしまった以上失格っていう風な判断があの時はなされたわけですから、あれを良しというか、まあそうですね、ルール上乗っ取るのであれば今回も失格で叱るべきだろうっていうところなので、まあ、これはもうルールの一貫性のなさによるところでちょっと物議になってしまっているところだと思いますね。確かにその一貫性がない、なんかその時の状況、その担当した当事者によってなんかこうね、温度感が違うのは確かにね、大きな課題ですよね。少し前にあったのはキリオス選手とかもが、うん、不必要に観客席側にボールを打ってしまって、うん、あの観客に当たったっていうこともあったんですけど、その時はもうキリオス選手は謝りに行ってラケットをプレゼントしに行ったっていう、で音が目なしっていう、ありましたっけ、はい、なんか僕が今パッて思い出したのはシャポバロフ選手、まあ、これは主審でしたけど、はいはい、シャポバロフ選手がすごい怒ってパーンって言ったら、それは主審の顔面に当たっちゃって、はい、しかも顔面がもうボッコー腫れちゃったやつあったじゃないですか。あれは一発で失格でしたね。一発でしたね。まあ、あれはちょっともう話が変わってきますけども、そうですね、ぶつけたから失格なのかっていうところが、うん、まあ、判断基準でどうなのかっていうところと、うん、ビデオ判定というものがないんですよね、こういう件に。あ、そうですか、はい、今回は今回でビデオでどうだったかっていうのを見ずに、うん、その場でヒアリングを行って、うん、はい、ってことなので、まあ、スーパーバイザーが映像を見てたかどうかっていうのは分からない状況で判断がその場で決まるっていう感じなので、まあ、これに関してはオフナー選手も映像を見たら、うん、あれはやばいってことは分かるっていうふうに言ったので、失格か失格じゃないかっていうところに関しても、まあ、今後あのビデオ判定っていうのも入れていく必要があるんじゃないかなっていうふうに僕は思いますね。確かにそのビデオ判定出して、まあ、現場だけのヒアリングだけだとちょっと難しいですよね。そうですね、うん、まあ、これだけ技術が今発達してますし、うん、そうですよね、会場に行けば全てのコートの映像が一括で見れるっていうのもできるので、うん、まあ、それはやってもいいのかなっていうふうに思います。だから余計にその SNS の人たちは映像を見ちゃってるから、はい、さらにいろんな意見は出ますよね。そうですね、いやそこちょっとね、やっぱりまあ、全体的に改善すべきだなと思いますね。あのテニー君とか若いからもしかしたら分かんないと思いますけど、昔あのナルバンディアンっていう選手がですね、はいはい、チリチと決勝でやった時、クイーンズで決勝でやった時、はい、あの横のラインズマンのこの足にあるあ看板みたいなやつ、ね、怒りでバーン蹴ったら、はい、それが、ね、先進の方にバーン当たって流血してしまった、出ちゃいましたよね、あれも一発失格でしたよね。そうでした ね、 ね、ちょっと今回のやつとは全くちょっと違うかもしれないですけど、なんかテニスってやっぱりそのラケット折ったりとかもそうですけど、結構そのフラストレーションをあらわにするのがすごいこう、ね、はっきりしているスポーツだなっていうのは、つい先日だとあのチチパス選手も、うん、ローマでしたっけ、ね、あーあった、看板タオルボックスです、ね、うん、タオルボックスかバーンってやってぶち壊してたんで、あれはなんか失格とかないんですか。いや、あれもなかったですね。でもスポンサーの方からしたらちょっと勘弁してくださいですよね。そうですね、まあラケットを、まあ、もちろんラケットメーカーっていうのはあると思いますけど、うん、あのスポンサーの看板を破壊するのはどうなんだっていうのはちょっと思いますよね。おーおー、ネットの横に例えばエミレスとか、はいはい、赤い看板貼ってありますけど、たまにパーンで叩いたりとか、ジョコビッチ選手とかもたまにやったりします、ね、そっか、ジョコビッチ選手、はい、あとフォニーニ選手とかなんかやってた記憶がありますけど、はい、今これ日本だからあれかもしれないですけど、あんまりこう世界的にはなんかバーってなんか燃え盛ってはいないんですか。これがおそらくあれなんですかね、失格になっていればそっか、また、うん、燃え上がっていたかもしれないんですけど、なるほど、失格にならなかったので、なるほど、まあ疑問が残るという形で終わったみたいな形、なんかすごいこうふんわり的な終わり方をしているなというのはすごい感じたんで、そうですよね、うん、まあ、ちょっとね今後もしかしたらまた進展があるかもしれないですけど、はい、まあ、一旦はちょっと沈下したというような内容ですね、はい、あとテニー君、ナダル選手がね今回1回戦から第4シードのズベレフと当たってしまいましたけど、まあ、結果的にはナダル選手が全仏オープンではね初めての初戦敗退、はい、で対戦した中では4回目の敗戦、そうですね、4回目です、ね、それが今回起きてしまって、まあ、ちょっとナダル選手は試合後はね、まあ、これが最後の全仏ではないとか、まあ、その辺は全く断言できないとかいろいろ言っていましたけど、はい、内容としては非常に良かったっていうナダル選手の動きですね、うん、やはりちょっと相手がズベレフ選手というところで、強かったね、強かったですね、うん、まあ、もちろんローマで優勝して、うん、もう勢いそのままにという、うん、ズベレフ選手がもう勝負どころでしっかりやっぱり攻めきれていたっていうのが、うん、まあ、試合の全体の総括かなというふうには
思いますね。ただ、まあ、本当にナダル選手も悪くなかった、うん、というのもあの本人も言っていて、今回は良かったけれども、まあ、相手が良かったっていうふうにナダル選手もおっしゃっていたので、内容としては、うん、あの納得はいってるんじゃないかなというふうに思いますね。あと試合後、ナダル選手はあの全仏オープンと同じ会場で行われるパリオリンピックに向けてもいろいろコメントされていましたよね、はい、そうですね、あの、まあ、今後はオリンピックが次の目標になるっていう、うん、それに伴ってウィンブルドンはちょっと難しいかもしれないっていうね、芝大会やっぱね、はい、アジャストさせるの難しいよね。そうですね、今のちょっとこの体の状況を考えると、クレー、芝、クレーというのはちょっと難しいかもしれないっていうふうに、うん、まあ、ちょっと厳しいっていうことを、その後のことについてはまた考えるっていうふうに言ってましたけれども、うん、そもそもですね、今回、まあ、もちろん前々から言っているように引退の可能性は高いというふうに言ってるけど、うん、まあ、100% ではない、何が起こるかは分からないっていうふうにさせてくれっていうふうにずっとナダル選手は一貫して、はい、言ってますけれども、まあ、その試合後のオンコートインタビューでも、あの、まあ、もしかしたらこれが最後かもしれないっていうふうには言ってたんですけれども、あの、まあ、一方で会見では 100% とは言わないっていう言っていて、でさらにですね、あの今回もともと大会側はナダル選手が最後の全仏オープンの可能性が高いということで、うんうん、あのセレモニーを用意していたというふうに話だったんですけれども、ナダル選手側がそれをやってしまうと本当に最後になってしまうから、うん、それはやらないでほしいというふうに最初はあのやるナダル選手も了承していたみたいなんですけれども、うん、やっぱりあのちょっと調子が良かったっていうこともあったので、もしかしたらもしかするっていうことでそれはお断りしますっていうふうに言ったらしいので、その今までそのなんて言うんでしょう、 100% ではないよっていうのが言ってた度合いがちょっと大きくなっているというか、確かに、うん、はい、今まではちょっとまあ一応言ってるみたいな感じだったかもしれないんですけれども、うんうん、ちょっと今回にその 100% ではないっていう意味合いがちょっと変わってきてるなっていう、うん、ちょっと自信もつけてきているっていう感じもするのかなっていうふうに思いますね。マドリードの時はちょっとセレモニーみたいにやられてましたよね、はい、あの時はやっぱりあの時に比べて自分が練習でも調子いいし、うん、試合でもしっかり できるっていうことを見てのその判断だったんでしょうね。でもあの昔からやっぱりナダル選手、全仏で戦っているナダル選手を見ている身としては、まあ、今回その天候がちょっと良くなかったじゃないですか、はいはい、屋根が閉じた状態でやっていた、僕はやっぱりあのナダル選手はこう太陽にすごいこう強いっていうか相性がいいイメージがあってやっぱりあの屋根が開いた状態で戦っている姿をすごい見たかったなっていうのはあのちょっと心残りでありますけどね。ぜひオリンピックで見たいですね、それを、ね、でしかもオリンピックはダブルスもね、アルカラス選手ともしかしたら出るかもしれないっていう、はい、これはもうスペインからしたら大騒ぎですよ、ね、大騒ぎ、もう世界中にも大騒ぎですよね、もうこうなったら。そうですよね、はい、ちょっとね今後のナダル選手、本当に多分日々株価みたいにこう、ね、体の調子とメンタル面が変わっていくと思うんで、そうですね、これからも要チェックだと思います。そして、まあ、今回のこの突発的なニュースは以上になりまして、でまた随時全仏オープン期間、面白い話題、皆さんがこう気になるような話題がありましたら配信していきますので、引き続きよろしくお願いします。では今日はここで終了します。テニー君どうもありがとうございました。ありがとうございました。